テレビアニメ忍びの一時で光節役を演じさせていただきます白石遥です。私が演じさせていただく光節はですね、非常に口下手で、無口無表情な、あの一見こう表に感情を出さない子なんですけれども、唯一幼馴染の、一時にだけちょっとこう幼馴染ならではの表情を見せたりとかするのがすごく魅力的な女の子でございます。すごくあの戦闘力が高くて、忍術学園でもかなり成績がいい子なので、そういったところにもぜひ注目してください。そしてですね、こう忍者と言いますと皆さんこう忍法の方かなりね、キーワードとして頭に浮かぶかと思うんですけれども、この作品では忍者も一人の人間なんだなというところがすごくよくわかる作品となっております。そんな人間ドラマの方も皆さんに楽しんでいただけると思いますので、ぜひぜひ、忍びの一時、応援よろしくお願いいたします。ということで10月からの放送をお楽しみに。